Q リマスターズです。はい、あ、ジョバンニはじゃあトウモロコシもやっていいですこっち Q リマスターズやっておきます。これどこだい、これのこれってこと、あ、違う、60ってこと、あれ違う、あれねえ、なんでこれアクシズ落とす音楽なんで、あれここまでやったんだ、じゃあ ここ終わってこれか、あ、これか、これをやろうと思ってまだだったのか、赤い棒左に当てろまあ、飛ばしてもいいんだけどね。これどうやってやんだっけ、わかんねえ、これボンってやったら勝手に行くんじゃん、アクシズ落とす、すげえ真横に行ったなお前すげえびっくりするぐらい真横行ったな、一旦左側に、こいつを一番左かなんかやっちゃえばいいんじゃないの、わかんないけど、違う、そうじゃない、あ、引っかかんないのか、そうか、引っかかんねえか、これさ、でもさ、じゃったらさ、じゃったらさ、もうこれでいいんや、あ、全然全然がっちりキャッチなんだ、難しいな、これで、全然思いつかんな、これこれ全然思いつかんな、なんだこれ、おお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 、これならなんとかなんじゃねえ、いやー無理だな、これ、なんか発想の転換が必要なんだよ多分ね、これな、なんかわかんない、いつも違うことやろう、うーん、おおお、違うな、こいつを意外に動かないね、こ、こっち側に落とすってこと、おえ、でも、でも、でも、こいつがここの上になんか乗れればこっち行くんだよ。
だからワンチャン、ワンチャンあんだよこれ。ワンチャンあるでしょ。どうやってそれを考えるのがみんなのあれだよ。どうやって乗せるかだよね。こうした場合無理だから、こいつポーンって跳ねさせりゃいいんだよ。跳ねさすんじゃろ。跳ねさすんだよ。こうしてこうしてこうみたいな、こうしてこうみたいな、跳ねないか、跳ねないね。うん、こいつがさ、こううまく跳ねないのかな。うん、まあ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 そうなるよね。これはでもさすがに無理だもんな。まあまあまあそうだよね。がっちりキャッチだよね。うん。こうか。ここなんで返しがついてんのかな。こいつはすくう感じよ。あー、すくえないか、すくえないか。ちょっと待って、例えばこいつを、こいつが、ここの、こいつの下に行かなきゃね。ってなると、こいつをキャッチすりゃいいのか。こいつをキャッチしてこっちに行きゃいいのか。そういうこと？こいつを4つにさ、こうさ、こうじゃん。サザエさんかな？サザエさんで、どこに今これ、あの、ほら、サザエさん無理か。こいつこっちにちょっと持ってきたいんだよな。一旦こいつを、ポーンみたいな、ぐるんぐるんぐるんみたいな感じできるんだよな。ここに落とすか。そっちがぐるんぐるんしちゃうね。意外にこのこれだけでいいみたいな。これ、ああ今ので、こいつがやっぱこうなのかな。あ、ここ入んねえんだ。入んねえんだ。
あ、違うか。こうして、転ばせばいい気がする。転ばせらんなくない？おおお、お、転んだまあ、でっていうなんだけど、ね、転ぶことはできたね。転んだけど、これでどうやってここいつ登らせるかでしょ。そこにうまいこと入ったねあ、そこにうまいこと入ったね、君。そこに、入る。これでも、こう右に、こいつらをまるっと右に押していけばいけんことはないんだけど、これって押せんのかな。お、動いた動いた動いた、ちょっと動いた。あー、さすがに無理かな。ちょっと動くけど、いやー、ちょっとなかなかやっぱ動かないよね。ここギャッ、がっちりキャッチマンはやれんことないんだね。うん、倒すことはできんだよ。うん、そうだよね。倒すことは意外にできる。さあ、上にやんのってなんかやったんだっけ俺。あ、ちょっと足りないね。足りなかったね、うん、ちょっと足んなかったな。すごいバランスだなお前、すごいバランスだなそこお前。うわ、これ入っちゃったんだな、うん、
っちまった。よし、よいしょ。ああ、いいっすね、いいっすね。うん、で、こっちに逆に寄せとくね。乗せといて、乗せといて、こう、あっ、今のでちょっと上がったな。今のでちょっと上がったから、上がることは分かった、上がることは分かった、上がることは分かったので、おい頑張れ。うん、あーちょっとこれだとあれなんだよな。くそー、上がんなかったな。上がるときと上がんないときがあるんですね。物理演算ですからね。やっぱ引っかかんないのか。いや、こっちからやんなきゃダメか。ちゃんと引っかかんないからね。うん、あの雑にやるとダメですね。うん、これ最近ダメだね、これね。はいはいはい、そうそう、ちょっとここ隙間があるのが正解。うん、あ、ちょっとお前、あ、やめて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 、ロングホーン、あっつ、あれ、なんか他にあんのかな。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかなんかなんか、はいはいはい、まずな、うん、まずな、でもここを支点にするとダメなのかな。右側に力が押し付けなきゃいけないから、押し付けなきゃいけないんだから、力の加減が違うんだよ。うん、もっともっとグッていかなきゃいけない。あ、お前本当にダメだな。え、この場合ってどうなんだろう。こいつがいることによってなんか変わるかな。ね、長くしてみる。ああ、もういっちゃうんだ、そっちにね。なるほどね。これさ、ちょっと待ってね。そうなるとさ、
これで。そりゃそうだよね、これ、あ、でもそれだとダメなのか。こいつをさ、こうして、こうして、こう、無理か。無理だよな、うん、それは無理だな。ここに力がかかんねえよな、うん、こっちが重くなればいいんだけど、重くなんねえのか。これでこいつがなんかうまいこと牛乳ってなんねえかな。ああああああ、そうなる。これでこいつはもっと、ああ、長くなんねえもんな。長くなんねえから、一旦だったら、一旦これ、あ、でもこれじゃダメか、うん、これで、あ、これお前ちょっとダメだな、それダメだな、お前ここから入れる保険はないかな。こいつが、でもこいつが こいつよりはマシか。こいつが、こいつがここになったんだら、引っかかんねえか。おお、なんかブニャングニャンってなったな。ぐにゃんぐにゃんってなったな。いや、これはちょっと無理か。まあまあ動かんもんな、これな。なんかね、なんかあと一歩みたいなとこも来てる気がすんだけどな、いろいろ気持ち的には。でも ここポーンって行く気がするんだけどな、俺これ行かないかな。あ、ほら、うわうわうわ、今行けたんじゃないか今行けたんじゃない。今惜しかったぜ。今のだよ、多分今のでいけるだろう。ていうか、でもここにいるんだったら、ここにいるんだったら、ここを引っ掛けて、こうして、ここ引っ
掛けでいけないかこれ。あー、いや、つったかな。あー、いや、でもまだワンチャン、まだワンチャン。ちょっと待って、一回戻して、さあ来い。あー、もうちょっと、お前くそー、ここがちょっとあれだったな。もうちょっと頑張ればいけたな。いや、でもいけんぞ今ので。あ、ちょっと足んねえかな。終わり、あれ、今のさっきと、さっきと何が違ったの？力のかけ方なのかな？ポンってこう、うまいこと行くときは行くんだよな。青いとこどこ？青いとこどこ？青いとこどこ？ない。あ、これ、これは一番いい形じゃない？これ。あ！お！お！これは？これは、ここか？ここ引っ掛けか？いけんのかな、いけんのかな。ちょ、ここちょっと一回これな、うん、うん、そうそうそう、とにかくこっちに、そう、右に終わりをなんとか、なんとかかんとか、とにかく引っ掛けて、うん、引っ掛けたい。ちゃんと噛み合っていればこれで、あー、あ、いや、でもまだワンチャンじゃねえか。ここにどんどん力がかかっていけばいけんだろう。グッてこう、あー、ここの形が悪いかな。あー、形が、指差し確認かな、これは。形が悪いか。あー、くそー、惜しいな。もうね、正直ここの形しないわけなんだよな。それでなんかクリアできる気がするんだよ。あれ、なんか今のだ、それなんか、うん、あー、違うな。どこに一番かかるかっていう。あ、お前ダメか。終わりは向こう行ったんだけど、さっきみたいに終わりの下に入んなきゃいけないんだな。これダメかな。あ、いや、でも逆にいいのか、これ。逆に、あ、頑張れ。あ、ちゃ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 、頑張れ。いや、でもここまで来たか。ここまで来たんだったらいけんじゃない、こうギャッチリギャッチして、
キュンってなんねんだろう。あ、でもちょっと動いたから。あー、グーって、グーってないのかな。グーってなんないのかな。こいつグーってなるのってできないのかな。こいつ、あ、いや、これいかんねえか。これは無理か、うん、いや、これ割といけそうなんだけどな。ちょっと力が弱いか。もうちょっとでかくすると感じ。あ、いや、でかくすぎるとダメなんだよ。そう、そうなっちゃう。このぐらい。あ、な、うん？お？お？こいつをなんかこう持っていけないのかな。噛み合ってもらって、うわー、もうちょっとなんだけどな。もうちょっとこうギューってなればいけないことはないんだけどな。ダメか、ダメなのか。おお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 お、さすがに無理だ。ここまだもっと短くすりゃいけんのかな。あ、さっきと今までとちょっと違う形になった。あー、あ、そう、あ、失敗した。分かった、一旦ちょっと押してみるか。ずっとお前乗ってんな。ダメだな。くるんくるんになるんだよな。ここに入ったな。ここに入ったか。これを例えば、こうしたと、もっと左に終わりがいないと無理なんだよな、その場合。こうなっちゃうね。あ、これはちょっとダメかな。うん、そこ、そこになる。これってどうなの。あ、こいつがそっか指定になっちゃってるから逆にダメなのか。これ、おお、結構である程度の力がかかんないと、やっぱ、あ、すげえ飛んでったな。すげえ飛んでた。これが抜けてればワンチャンだったんだけどな。抜けてればワンチャンだったな。釣り演算って難しいなあ。あー、バカ、今惜しかったな。
今惜しかったな。入り方次第ではどうとでもなったな今な。あー、お前がそっちに行っちゃうのか。お前お前がそっちに行ってはいかんのじゃ。それだとできるのかな、これ。一旦な、一旦な、うん、押さないのか、無理なんだよここ。あー、がっちりしちゃうな。あー、惜しいんだけどな、これな。これいけそうなんだけどな。いけないのかな。さっき明らかに惜しかったよな。あれ何だったんだろうな。偶然こういったらでかすぎてもダメなんだな。でかすぎてもダメ。こんくらい。つるーんっていったな。つるーんっていったな。なんかポーンって飛ばなくなっちゃった。なんか俺あれだな。ちょっと。こうきた、こうきた、うん、こうきたね。でんな。これでっかいのここに落としたらダメかな。あ、そう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 、ずれてずれる、そう、それそれそれ。そう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 、それそれ。そうそう、イメージ的には間違ってない。俺の中のイメージ、うん、ここも耐えらんなくなるぐらいのやつを、うん、そうそうそう、いや無理かな。うわ、やっぱ落ちちゃうか。あ、でもあーあここまで来たけど、これがこうなることってあるのかな。ここに置けばいけるのかな。押してんのよ。うん、これがこの形がもっとこっちだったらいけるかなぐらいだな。
割とこっちは来たんだけどな。こあ難しいな。その形をなんかこううまくやるのがとても難しいですね。あ、ここで止まっちゃダメなんだよな。止まっちゃダメなんだから、止まっちゃムーンなんだよね。そのまま横にずれただけか。一本これ入れといて。あれ。あ、だいぶ飛んだんだけどな。だいぶ飛んだんだけど、あ、そうか、動かしちゃうとこうなっちゃう。こうしてるうちにこう一個挟んでこう。これはでも無理か。こうな、これだと無理なのか。うん、そうだよね。アクシズの形、いや、そう。な、どういう、どの形が正解なのかが分かんないですよね。今んとこ。すっごいこういうのにしてみるか。で、ちょっととんがってますみたいな。足かな。うん。足だね、これ。深くする。ああ、なるほどね。そういうことか。こうやってさ、こうみたいな。これってどう？あ、そうなっちゃうのか。そうなっちゃう。やっぱあれだよな、そのここに先っぽが当たんなきゃいけない気がするんですよ、こうやって。うん、もっと押し出す力が欲しい。そうなるとこのぐらいまでやってみる。あ、今のはちょっと下の形が悪かったな。これで、いや、長すぎんのか、長すぎんのか。このぐらい。あー、だいぶ向こうまで行ったから、あいつを動かしやすいところにあるんだけど。4!
4ダメか、4惜しい気がしたんだけどな。うん、あと単純にもうこれ、あーでもこれだとやっぱ力が、そうか、なんとなく今なんか力が見えた気がする、力の矛先が見えた気がする。このぐらいの、あーやっ、収まりがいいな、なんだろうな、すごいあれだね、綺麗に入ったねそれね、うん、あれなんだろう、この形だとこうなるんだね、だ力の入り方だよね、それは分かってはいるんだけど、これだと、やっぱこれだとここにあるとダメなんだ、うん、こういう状態、絶対出さねえ、外に出られないですね、赤い玉が今だとね、うん、やっぱこう落とさなきゃいけないんだから、ここら辺、あれもうついに赤玉が左にも行かなくなった、これダメかもしれない、俺全く分からん、全く分からん、今まではおぼろげになんとなく思ってた部分があったけど、うん、玉がでかすぎんのかな、うん、最初のやつ覚えてないもんね、うん、ここで、まあ、ここまで来たんだと、でもこのこいつを引っ掛けてこっちにやりゃいいんじゃねえのと思うんだけど、赤玉左に行って、赤玉左に行け、頼む通れるかなこれ、でも赤玉が入ってしまえばここまでか、ここまでだから、もうちょっと、もうちょっとだったんだけどな、もうちょっとだったんだけどな、悔しいな、これワンチャンもう一回いけないかな、あーそっちに行っちゃったらもう無理かな、そっちに行っちゃったら無理かな、
一応弾落としとくけど、ここにワンチャンやってみてだな、したら。ガギュってなって、いや、ここやっぱうまいこと、いや、重さだよな、これ絶対な。重さの均衡が、右側にすげえ重いっていうのが、あー、そっちは無理だな。ここが重くなっちゃうともう多分無理なんだよな。あー、これはちょっと無理かな。ここに引っ掛けても無理でしょう。こう重さ的にここがもうちょっとこれがクッてなってればワンチャンだったけど、あー、もうなんか割とガッチリしちゃってるから無理だなこれな。うわー、さっきのワンチャンあったのにな。さっきのワンチャンあったんだけど、今どうやったっけ今どうやったか覚えてないわ。今のどうやってんの。これがね、こいつが この棒が弾を追っかけたらダメなんですよ。おおおおお、早く早く早く、来たぞ大巨人。これはでも中途半端にこっちから頑張るんじゃなくて、いや、そう、もう一回で終わらせたいので一回で終わらせたいので、で、ここに三角作って、ここに足場組んで、こう入れて、終わりをビャッて上に行って、浮いてる間に終わりをキャッチして、下からボン。それしかない。で、上から落として、力ちゃんと入れて。で、お前そっちに行くんかい！でも、ワンチャンここはあるぞ。こういう引っ掛けできるでしょ。これがすごく苦手なんだよ。これで！あ、これはもうダメなのかな。これダメなのかな。引っかかんないか、やっぱ引っかかんないか。これ最初の位置を失敗するんだよね。ここのね、この棒の形な気がすんだよな、正直。成功してるときって。あー、ダメだ。ここの棒の、なんか俺がここの棒を成功すれば多分ね、絶対いけると思うんだけどな。あ、やっぱこれでかすぎるとダメだ。でかすぎるとダメですね。このぐらい。ダメか。ちゃんとそっちに力がかかってる、この棒の形次第。
正直このやり方は。じゃないとそうくっついてしまうんですよ。だからこっちに力をちゃんと与えてあげれる棒の形があるんですよ。これはここをちょっとこうすりゃいいのかな。したらあ、いや、これだとダメだ。これだとダメだ、うん。単純にこれでいいのかなあ。あー、うまいことハマったな。これは、これで脱出できんのかな、お前。お前、脱出不可能じゃねえか。大脱走だぞ。あー、ですよね。これはもっと効果したら逆に。あ、いや違うね、そうじゃないですね。やっぱりこうなんですよ。そしたらただこうやると棒が短いんだよな。ああ、いったあー、でもちょっと距離が足りんか、ちょっと距離が足りんか。でもこれだったらまたさっきと一緒で終わりを、こうする？いけんのかな、それ。こうして、もうこれ絶対失敗するんだよな。これで行くしかないか。一応引っかかるか、これで引っかかったり、あ、失敗したかな。いや、まだワンチャン。もっと来ねえか、もっと来ねえか、お前もっと来いよ。もっと来いよ。お前その程度のやつじゃないだろ、お前は。お前だったらもっと来れんだろう。ああ難しいな。もうちょっとでいけんだけどな。あ、これダメかな。これ多分ダメだけど、いや、やるだけやってみるか。あ、なんだ、ドンドンってなった。あ、終わりがだいぶ向こうまで行ったんだけどな。戻ってきちゃったけど、勢いは良かったな。勢いが良かった。もうドンドンってなって、今赤玉があれですね、戻ってきちゃったっていうね。新しいな、それ初めて見る感じだね。このね、棒の長さ、下の棒の長さな気がするんですよ、私は。で、こいつがやっぱでかすぎると、こうやって、なんか、すごい仲良しになっちゃうから。あ、そう、これ。
これは多分ね合ってんだよ。このぐらいがちょうどいい塩梅な気がする。で大きすぎないやつ。そうするとあー惜しいな、今惜しかったな。これでも一回これで右から押せばいけないか。あお前、あーでも、あーそう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 、お前下に入ったんだったらあり、ありよりのあり、ありよりのありだけど、これをこれにするよね。こうして、あ、いや引っかかんねえか。こ、あー、ここやってねえんだな。ここやってないやっこですね。こうやっちまってやっこですね。これ引っかかってればワンチャン、ワンチャン浮かせてる時に俺が足入れてみたいな。うん、いけないことはなかったなっていう。あ、でもこれは、これダメか、これダメか。もう絶対絶対無敵雷神王。ああ、やべえ、12時までには絶対終わりたい。あともうこれで終わらせてくれ。おお、これはこれはワンチャン、ワンチャンなんとかしたい。これは今までで一番入ったんじゃない？入ったけど、どれだ？俺はどれだ？俺はどれが正解だ？ここ、ここっていけんのかな？ここに入るんだったら、これを、またいつもね、ここにキャッチしてやつを、やると俺失敗する気がすんだよな。だったらやっぱここじゃないのかな。あ、でもそうすると こっちに行っちゃうのか。って考えるとやっぱりこっちからキャッチして、キャッチして、まあ、ちょこの辺みたいな。ああ、じゃあ出しちゃった。こうして、まあでもこの場合って、でもさ、そしたらさ、ここにさ支柱を立てとけばいいのか、逆に。ここはキャッチできるよね。あ、できないか、これできないか。いや、ギリギリ青が、青があるよ。頑張れ頑張れ頑張れー。くそー、無理か。でもこれが、これ中心になるって考えると、ワンチャンあるかこれ。こうしといて、ちょっと捕まりが弱い気がするけど、はい、これ結構ガッチリキャッチしてないこれで。ただそう、この場合どうすればいいの？上に伸ばしたとして、上に伸ばすじゃん、例えば
ここからね上に伸ばしたとして、上がんないよね。でもキャッチはしてるから上に伸ばして右に伸ばせばいいだけか。俺これのあれがいつも分かんないんだよな、これのその棒の正解が。これで横に持ってきゃいいだけか。うん、押す力、右から俺のボールベアリングを押す力を入れて、でここに落とせばいけるかな。こういうこういうことね。やった！やった！やった！いやーきつかったー。いやーマジきつかったなー。1時間以上かかってんだけど。いやこれ何、プライマリーってやつ全部クリアしたってこと。次がこれ、あ違うこれ、え違うの、ん これヘルって何。ええちょっと待って、これ何目あんだよ。あ、これどんどんそっちに行ってんの。なるほど。これがあれってこと？次のってこと？これ一旦難易度下がんの？黄色いものは何かが触れると動き出す。黄色いボールをコップに入れろ。すべてのボールをコップに入れろ。向こう側に、向こう側、向こう側、これ大丈夫かな、これ大丈夫か。合ってんのか。ちょっと自信がない。でも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 俺のこの子たちならまあまあ1個ぐらいは。いやいけるやろ、いけるやろこれ。来た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 。なんで変な形作ったんだよお前は。あっ。あっ雑にするから雑すぎる。
それは、そこは別にそんなに、そんなになんだけど、あれ動かなくなっちゃった、あれ動かなくなっちゃった、あれあれちょっと、あれちょっと待って、別にあれか、あのそんなに坂にしなくていいのか、そんなに坂にしなくていいのか、いいっぽい、この状態からじゃったら、もうあえての力の、あちょっと狭いかな、ちょっと今の狭いかな、あ狭いな、生きるかな、動かなかった、あ、そうか、ここが詰まってんのか、便秘がすげえ、ダメかもしれない、もうダメかもしれない、今日はもう俺はあーお前動くんかい、ああ、これ動かないんだ、逆にな、うん、そうはならんやろうん、
ってると思うんだけどな。すげえそっち、あ、すげえそっち行くの。でも、これでそうだよね。だって左の方が重いんだもん。だから左の方が重ければいいんだから動いてるよね。そうだよね、うん、そうそうそう。一定のところまで行ったらそうなるの。落とすか。ちょっとでかいな。これでいけるか。あ、あ、そっち行っちゃうね。そっち行っちゃった。これちょっとでっかめのやつしかないか。あ、そっち行っちゃうね。あ、これきついな。もうもうじゃったら、そう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 、そういうのそういうのそういうの待ってた、そういうの待ってた、そうそうそう、あ、いやー、もう俺が何もやった。簡単っすよ。あれ、このコップってもしかして動かない？あ、いや、動くよね。あ、動くけど。あ、じゃあそれはさすがに。あ、でも倒せたとしてもあれだな。倒せたとしてもか。いや、普通に行くならね、まあ、ここにまたさっきみたいにやりゃいいんだけど、コップを倒してできないかな。今ね、ちょっとマウスが、あの、マウスパッドから外れちゃって。普通にやるか。なんか負けた感じだけど。あれ、ちょっと場所は変だ。
お、これはなんか新しい、新しいね。もうダメかもしれない。ダメかもしれない。これ、これここがもっとギーンってちゃんと丸まってないよね。ここ RTA やんの？マジで。RTA？ そろそろいけるか。はいはいはい。これでこいつはもうほとんど、うん、で、うん、変なとこ入ったけど、まあ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 いけんやろ。まあいけるやろ。まあいけるやん。うん、はいはいはい。まあ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 いけるやろ。まあ頑張れ。もうちょい頑張れ。え、お前まさか。え、お前まさかコップの中じゃないのか。お前まさかコップじゃないのここ。嘘だろ。ここかな。どこだ。どこの白玉を出せばいけんだこれ。ここか。いや入っとるやんけ。分かって、もう分かって、押し込む。もうギュッて蓋すりゃいいんで。あー終わったわ。いや終わったわ。RTA が今のだったらどうやってやってんのかわかんねえけど。ああ疲れた。さあということで、今日のですね、アルティメットスイングゴルフからの、Q リマスタードでした。ちょっと今あれ充電だけ見てみようかな。ああ 54% まで来てんな。まあまあとりあえず充電は、まあ、やっとく、やっといて 100% には絶対なっとく状態にするので、でその後に何だ、今度はその携帯用の、携帯用じゃないけど、まあ、タイプ C でつなげるバッテリーを持ってきておくので、うん、なのでそれをつけてやります。来週は、はい。なので今日のメンバー大丈夫であれば来週も一緒にアルティメットスイングゴルフやりましょう。はい、
よろしくお願いいたします。はい、キュウリマスタードはまあでも今日は結構思ったよりやれた。次のゴルフは来週のまた日曜日かな、の予定です。はい、なので、体を動かして頭を動かして、ファルコだよわかんねえかな、汗かいてベソかいて、はい、サンデーゴルフです。確かにサンデーゴルフの時間でございますね。はい、皆さんもね、クエスト持ってる方は、メタクエスト持ってる方はぜひ遊んでみてください。非常に楽しいです。はい、では番組表かな、はい、いきましょう。こちらでございます。明日ホラースペシャルでございます。まあタイトルはいろいろ用意してあるので、なんかいろいろやります。いろいろやるよ。でもね、とはいえね、ババッと用意してあるのは4つなんですよね。まああとちょっと追加するのがもう2つぐらいはあるので、まあその辺をやりたいかなと思っております。うん、でまあレイヤーズオブフィアーはな、どうだろうな。アゼルさんも来るっていう話になってますけどね、まあ、来るんだったら、まあ、VR ホラーやってもやぶさかではない。ズーとかもやってくれるといいが。ズーって何？俺ズーって知らないかも。あ、抱っこしてズーって、なんで抱っこしてズーなんで。ホラーじゃねえ。ズーってなんで俺ウィッシュリストに入れてるやつかな。あー、動物園のホラーか。あれまだじゃない？あれまだじゃない？どれだっけ、これじゃないな。近日登場、どれだっけ、これかな。あ、これじゃねえな。これも近日登場だな。なんか割と近日登場のやつが突っ込んではあるんだけど、ウィッシュリストに。でもまだ出てないのがいっぱいあるんだよね。あ、これか。あ、これ近日登場だな。あれだよね、あの動物園の動物がクリーチャーになって襲ってくるやつね。そうそう、これはね近日登場なので、リリース日はね9月23日、来月ですね。ちょっと先だわ、残念。そうですね、今入れてるホラーはちょっとあれだな、もうちょっと先ばっかりだな。そうね、これなんだっけ、これなんだ、これも気になるやつだな。あとなんかね、不思議なやつがあったな。それウィッシュリストに、そう、クロックタワーのあれですね、あのリメイクのやつも出ますね、そういえばね。あ、そう、これはちょっとやろうと思ってた。これでもそんなにホラーじゃない気がするけど、まあ雰囲気が気にはなるやつだな。まあまあ、はい、ちょっととりあえず、あの明日はホラースペシャルということで、はい、やりますのでよろしくお願いいたします。で、火水はお休みで、木曜日は、ホラースペシャル2回目となります。はい、なので、そちら2回に分けていろいろやっちゃってやりますよという感じですね。はい、なんだ、明日と木曜日合わせて4本ぐらいやれたらなっていう感じです。はい、で金曜日はエルデンリングどんでん返しで、土曜日14は 6.3 をみっちりやる感じかな。そういう感じですね。で、今日ちょっとアルティメットスイングゴルフが、途中になってしまったので、18日にもちょっとやりたいなと。はい、もう日曜日は全部ゴルフでいいんじゃないかっていう気になってきたけど、はい、にやります。はい、で、その19日以降、まあ、19日に放送入れるかちょっと分かんないけどに、ちょっとお盆振り返り休日みたいな、感じで4日ぐらい休みかなって。でそこから
下旬のタイトルラッシュが来るので、そんな感じだと思ってください。はい、うん、よろしくお願いします。あ、で、あれですね、まあ、ちょっとまだ入れてないですけど、26日、はい、26日の月曜日はですね、今絶賛コミケで大活躍中の玉寄さん他、もうあと1人か2人かが来て、なんとですねプレイステーション2もしくはドリームキャスト、カルドセプトセカンドエキスパンションを遊びますあれです、初期デッキ対戦します。一応それまでに俺が全カード集めておいて、集めたデータはどっかにあるんですよ。メモリーカードはあるから、どっかの。だけどさすがにどれかわかんないので、あ、今ちょっとドリキャスの方のセカンドをやろうか、 PS2 の、セカンドエキスパンションをやろうか、そこだけちょっと迷ってる状態。データさえ残ってれば、俺のデータでデッキを、やれば、全員フルカードが使える状態で遊べるんだけど、ただ玉寄さんとかは初なので、って考えると、まあ、初期デッキ縛りかなっていうところで遊べればなと、うん、いう感じでございます。いや、もう俺の中では任天堂さんの一番最新作があったカルドセプトは、リボルトなので 3DS のやつなんですけど、あれからもう結構何年か経ってるわけですよ。はい、なのでさすがにそろそろ出てくんじゃないか、来年あたりに Wii じゃねえ、スイッチ版のが出るんじゃねえのかな、勝手に思ってんだよね。うん、カードセプトはなんだかんだ言って息の長いタイトルで、今は任天堂さんが作ってるところは大宮ソフトさんなんですけど、任天堂さんがなんとか発売してくれればなという、うん、ところなので、まあ、Steam で出たら最高。 3DS 版の、やつは持ってるんですよ実際で、データもあるんだけど、放送画面が出せないんですよ。うん、3DS は開発機がないと、出力ができないので、まあエミュレーターみたいなやつあったりするけどさ、それはね、公式のものじゃないから、うん、そうなので、そう、スイッチだったらできるんだけど、 3DS は残念ながら、あの時は任天堂さんのカルドセプトの担当の人がスタジオに来てくれて、うん、あれをね、開発機で出力してたんで、うん、いけたんですけども、そう、 3DS 自体はね、そう、非常にサクサクできるからいいんだけどね、そう、本体改造して出力はできるんだけど、さすがにうちではそれやんないので、なので、まあちょっとカルドセプトをやるんだったら、はいセカンドしかねえなと。大宮ソフトさんは昔の段階でですけど、今後もカルドセプトや、やりますんでって言ってあるんで大丈夫ですもう一回メールはするけど、はい、はい、26日の放送がありますよという感じでございますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。はい、今日も、ありがとうございました。それではですね、明日のホラースペシャル、どんなホラーが待っているのか、去年のホラースペシャルの時はなんかうまく動かないとかいろいろあってあれだったんですけど、今回は大丈夫だと思います。はい、よろしくお願いいたします。一緒にホールを回ってくれた3人ありがとうございました。はい、また、次の来週の日曜日ちょっと開けておいてもらって、またホール回りましょう。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、終わったら多分またモッチーのチャンネルに連れてかれると思いますので、皆さんぜひご覧ください。
それではまた次の放送でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。またね。私たちが本家本元。